皆さんこんにちは。ロシアと中国からそれぞれ5隻ずつ、計10隻の艦隊による合同作戦が17日から23日まで続けられました。18日に青森県の津軽海峡を通過して、日本海から太平洋に抜け、最後には鹿児島県の大隅海峡を通過して、東シナ海に進出しました。 この間日本の領海には侵入してありませんが中ロ艦隊が日本列島を一周するのは今までなかったことです中国が武力で台湾を攻撃しようとしている敏感な時期にロシアと中国が合同軍事活動を行うには必ず何か目的があるでしょう中国側の目的は明らかにロシアの力を借りようとすることですがロシアの目的は何でしょうか ロシアは中国と同盟を結ぼうとするのでしょうか今日はロシアのプーチン大統領の中国に対する態度についてお話しします。今回の中ロ合同作戦についてプーチン大統領は中国と軍事同盟を結ぶ計画はなくただ経済利益のためだと表明しました。 実はプーチン大統領はずっと習近平をバカにしています。プーチンは1999年から大統領代理を担当してから2000年大統領に当選しその後2004年再任に成功し2008年は首相を担当し2012年再度大統領に当選し2018年はまだ再任に成功しました。 プーチンは制度を変えなくても数回当選し再任することができたが習近平は制度を変えても再任できない可能性がありますしかもプーチンは選挙の手段はともかくあくまでも選挙によって当選したが習近平は選挙すらしなく選挙する勇気さえないですだからプーチンは習近平をバカにしないわけはないでしょう 中共外交部の報道官、ワン・ウォン・ピン氏は、中ロ関係について、中ロ両国は同盟ではないが、同盟にも勝ると言ったことがありますが、これは中共の片思いでしょう。今回、中ロ艦隊が日本列島一周したことには、プーチンは別の目的があるでしょう。 プーチンは中共を支持するためではなく中共とアメリカ、日本との関係を悪化させるためでしょう。プーチンは中国とアメリカ、日本との間に戦争が起こることを望んでいるでしょう。戦争が起きればロシアは中共に武器やエネルギーなどを販売して金儲けができるからでしょう。だからプーチンはずっと習近平に戦争を引き起こすよう刺激しています。 刺激の手段はプラスとマイナス両方あります。今回中路艦隊が日本列島を一周したのはプラスの手段です。津軽海峡は第一列島線北部の最も重要な海峡です。津軽海峡は長さ約 130km で最も狭いところでの幅は約 19.5km です。 国際法上、沿岸国は汽船から12海里約 22km までの間で領海を設定することができますが、日本は津軽海峡の領海の幅を汽船から3海里約 5.5km に制限し、真ん中は公海としてたのです。 日本がこのように特定海域を設定した目的は、おそらく同盟国、アメリカの核搭載軍艦が自由に通過できるようにするためでしょう。これは日本が同盟国に対する礼遇だと思います。日本はこの目的を公開してはありませんが、中国とアメリカを含む全ての国がこのことを知っています。 今回、中ロ艦隊が津軽海峡を通過して日本列島一周したのは、プーチンが提案したのか、あるいは習近平が提案したのかはわかりませんが、中京にとってこれは非常にバカなことをしたのです。 このことは日中関係を悪化させるだけで、本当に戦争が起きれば、中国であれ、ロシアであれ、あるいは中国連合艦隊であれ、津軽海峡を通過することができないでしょう。日本が通過をさせないでしょう。中ロ艦隊が津軽海峡を通過したのは、 プーチンが中共をそそのかした例ですが、プーチンは習近平に戦争を引き起こすよう刺激する例もあります。今年6月、テレビ局のインタビューを受けるとき、司会者にもし解放軍が台湾の攻撃すれば、ロシアはどのように対応するかと聞かれたとき、プーチン大統領は非常に怪しく笑いながら、 あなたは中国が武力で台湾問題を解決すると思いますか武力を使う必要はなく、経済主典でやればいいでしょうと答えました。その後も、他の記者にも同じ問題で質問されたとき、プーチン大統領は、私にはいかなる軍事脅威も見えません。中国は武力を使う必要がなく、経済だけで解決できるでしょうとはっきりと言いました。 プーチン大統領はなぜ自分には中国が武力を使おうとする兆しが見えなく、武力で台湾問題を解決しないと自信を持って判断したのでしょうか。現在、中共軍機が台湾の南西海域を頻繁に飛んでおり、全世界が台湾は最も危険な状態に置かれていると思っているとき、 プーチン大統領の考え方はなぜ他の人と違うのでしょうか。プーチン大統領は中共の一つの動きに気がついたからです。それは中国では、船尾プッシュのエネルギーや食料、金属などを一般の民衆に販売していることです。 プーチンは老練なやり手で中国で何が発生しているのかはっきり知っています。戦争するためには必ず戦争準備をし、すべて必要なプッシュを準備しなければならなく、食糧を貯蔵し、徴兵をしなければならないが、中共は逆に戦備プッシュを販売しているのです。 現在中京の船尾用のガソリンは30日分しか残っていないと言われています。しかも現在も船尾プ資シのガソリンや食料、さらに亜鉛、アルミニウム、銅などの金属まで大量に販売しています。世界中中国のエネルギー状況をよく知っている首脳はおそらくプーチンしかないでしょう。 だからプーチンは中共には武力で対話を攻撃する力がないと判断したでしょうプーチン大統領はいつも冷静に中国のことを見ています中国とロシアの軍艦が日本を一回りしたため両国は軍事同盟を結ぼうとするのかとマスコミに疑問された時 プーチン大統領は同盟を結ぶのではなく、ただ利益のための交際だと言って、すぐ同盟を否定し、中国との境界をはっきりとつけたのです。プーチン大統領は中国の作戦能力を見抜いたでしょう。 最近、習近平が三島省に行って視察する時2二箇所を見学しました。一つは東栄市の食料生産状況。もう一つは勝利油田です。習近平はエネルギーと食料は我々自分で解決しなければならないと強調しました。習近平がこのように強調するのは、食料と石油製品の価格は急騰しているからです。 中国では今年年始からガソリンが14回に上がりしました。北京では年始の1トン当たりの7595元から現在の9410元になり23%に上がりしたのです。 しかも車用のガソリンが制限され満タンに入れることができなく、しかもガソリンを買いたければ先に米を2袋買わなければならないです。だから大量の車が止まっており工事が進まなくなっています。ガソリンだけでなく天然ガスや石炭なども値上がりし、電気も値上がりしています。 中国の女優マリン・バレイ氏が公開した電気代請求書によると、7月の電気代は15万件を超えました。エラコンやヒーターなどは使わず、テレビと照明、Wi-Fi 機などの電気代だけです。2019年7月は、 503元で2020年の7月は900元だったのに今年は急に高くなり2年前の約300倍1年前の150倍以上に上がりしたのです15万元ということは日本のお金に換算すれば約230万円になりますこの状態では国民は生きていけるでしょうか これは、パーさん一人だけではなく、普遍的に存在することです。高祖書、石膏省高精省うちモンゴルなどでは80、80%以上値上がりしています。中国では物価制御ができなくなっています。エネルギーだけではなく、野菜の値上がりも人の想像を超えています。白菜やネギなどは、豚肉より高くなっています。 1>, 1キロあたりの白菜は10元、ネギは12元、豚肉は7元です。白菜とネギ両方とも豚肉より高いです。キュウリは1元から5元に値上がりし、すべての野菜が値上がりし、数倍値上がりしたものもたくさんあります。現在、中国では人々の恨みがたぎっています。 こんな状態では台湾問題の解決はともかく11月上旬に開かれる予定の第6回共産党総会と来年に行われる冬季五輪来年秋に開かれる第20代共産党大会すら順調に行われるかどうかが問題です習近平にとって自分の再任が何よりも重要なことで 台湾問題の解決よりも重要です。こんな状態では自分が再任できるかどうかも問題でしょう。現在、習近平にとって最も大事なことは、物価を安定させ、社会を安定させて、第20回共産党大会で自分の再任が順調にできることです。だから習近平は軍備プッシュを販売しているのです。 今年は中共が戦略的備蓄石油を貯蔵してから15年目になりますが、初めて戦略的備蓄石油を民主に販売するのです。すでに938万バレルを販売しました。これは第一回目の販売で、これからまだ数回販売するでしょう。中国は戦略的備蓄石油のために石油を大量に輸入しました。 中国の石油自給率は5%しかなく95%は外国から輸入するものです。戦略的備蓄石油は最初の7日分からアメリカの90日分の超え120日分の目標としてきましたが現在は販売しなければならなく30日分しか残ってありません。 中共は武力で台湾問題を解決すると言っていますが、このような国情ではどうやって戦争するのでしょうかプーチンは旧ソ連の国家保安委員会、KGB の出身だから、中共の状況を誰よりもよく知っているでしょう。だからプーチンは中共には武力で台湾の攻撃する力がないと判断し、怪しく笑いながら記者の質問に答えたでしょう。 実は習近平に対する嘲笑です。中ロ艦隊が日本列島を一周したのは、プーチンにとっては海上旅行に過ぎず、習近平に虚栄心の満足させるために過ぎず、実際には習近平をもてそんだことです。今日はロシアのプーチン大統領の中共に対する態度と、中共の軍備物資販売について話しました。 今日の話をここまでにします。ご視聴ありがとうございました。